こんにちは、粟田洋介です。今日は保護猫の絵の描き方を紹介したいと思います。まあ、チャトラの猫の描き方なんですけど、私は絵なんて好きなように描けばいいと思っているので、どういう風に描いたっていいと思うんですけど、ちょっとした人の描いてる方法を、あ、なるほどと思って自分で取り入れて描いたりすることもあるので、たまにはこういう動画もいいかなと思いました。私はなるべくシンプルに描きたいと思っているので、この絵もすごいシンプルな方法で描いています。最初はバックグラウンドを作って、その上にこの猫を描いてるって感じです。この猫の描き方もとてもシンプルです。今回はクロミウムオキサイドグリーンという色を使っています。直接キャンバスに絵の具をビリッてつけて、パレットナイフで伸ばしていきます。それからこれはフタログリーンという色で、パレットナイフでキャンバスの上で色を混ぜていきます。今度はこの2色のグリーンにローアンバーという色を混ぜました。キャンバスの周りに塗ることによって、額がなくても飾った時に見た目が良くなります。これは筆で塗っていきます。次は猫の絵を描いていくんですが、チャトラといえば全体的にこのイエローオーカーっぽい色の猫が多いと思います。なんですが、イエローオーカー一色だとすごく不自然なので、もう一色バーントアンバーという色を足します。この色を足すことによって、ちょっと自然な猫の茶色っぽくなりますね。イエローオーカーがちょっと足りなかったですね。で、そこに白を足します。ちょっとこの色じゃ濃すぎる感じがするんですよね。私はその時によって、イエローオーカーとバーントアンバー以外の色も混ぜる場合があります。描く順番はもう好きなところから描けばいいんですけど、今回は体からですね。で、頭を描くって感じですね。描いてる時に全体のバランス、構成ですね、をちょっと考えます。まあ、単に今回はど真ん中に描くってだけなんですけどね。私はこの猫のお腹とかお尻のあたりが大きいところが好きです。耳ですね。耳を足すことによって何の絵を描いているか分かるようになります。耳を足すと猫らしくなります。で、今度は足ですね。私はリアリスティックなことにこだわらないんですが、前足っていうのは肩から生えていますよね。こういうことをちょっと考えることによって、こういった絵から現実味を出すことができるんじゃないかなと思っています。でも、わざと変なところから足が生えている風に描くときもありますけどね。あと、尻尾の位置も、背中っていうかね、お尻の上に尻尾が生えてるんで、そこら辺もちょっと考えたりしています。今度は本物の虎猫が来てくれましたね。今度は白をちょっと足して、薄い部分を描きます。例えば口の周りとかですね、お腹とか足の先ですね、そういうところの色が薄い猫が結構多いです。ちょっと自然に見せるために、体全体と同じ茶色に白をちょっと足すような感じですね。皮
乾く前にさっさと塗っているのでグラデーションがつけやすいです。ちょっと描きづらいので細い筆に取り替えました。こっちのが描きやすいですね。こういう細かいところはこの方が描きやすいです。あとは目の周りがちょっと薄い色になっているところ、それがすごい可愛いなと思います。私の初めての猫が私の古い YouTube 動画に出てきてた猫なんですが、その猫も目の周りが薄い色になってて、初めて見た時そこがすごい可愛いなと思いました。初めて見た時じゃなくても可愛いなと思ってましたけどね。体全体の色と同じ色にバーントアンバーを少し足しました。耳のところとか、あとチャトラのしましまですね、虎模様を描いていきます。今度は体全体に描いたのと同じ茶色を白で薄い色にしないで、そのままの色でさっき描いた虎模様の間にその色で塗っていきます。そうすると2色の虎模様ができます。そうすることによってちょっとこのリアルじゃない絵にちょっと現実味が出てきます。耳の先なんかにもちょこちょこっとつけます。そしてカドミウムレッドライト、この色に白とこの体の色をちょっと混ぜて鼻の色を作ります。ちょっと茶色を混ぜることによってわざとらしくなくなるんじゃないかと思います。今度はクロミウムオキサイドグリーンとカドミウムイエローライトで目の色を作ります。私はこの目を先に描いちゃうことも結構多いです。でも今回は最後の方に描いています。今度は細かいところを描いていきます。耳のところに生えてる毛とか、口を描くとだいぶ変わりますね。このアイライン、これを入れる時もあれば入れない時もありますが、ちょっと虎の模様とかを、まあシンプルではありますが細かく描いたので、アイラインを入れた方がバランスがいいような気がします。今度は何も混ぜないフタログリーンでこの黒目の部分を描いていきます。黒目っていうかこれは瞳孔ですね。これの形で結構この表情っていうのが変わったりします。
プルにこうやって重ねてるんですけど、違う色を入れることによってちょっと複雑に見えるんじゃないかと思います。最後は締めでひげを描きます。これ細い線を描くときは私はちょっと水を足します。ひげにも混ぜることがあるんですけど、ちょっと白っぽい色をつけるときに真っ白じゃなくてちょっと違う色と元の茶色と混ぜたりすることが多いです。最後に目の光を入れて完成です。これも私はこの光を入れるときと入れないときがあります。失敗したら直せばいいことですね。あと最後は鼻にもハイライトを入れます。最後はサインするときは結構水をたくさん混ぜます。なんでかっていうと、その方が伸びが良くてスラスラ描けるからです。いつも早送りで描いていますが、本当はこんなに時間がかかります。ちょっと今日は長い動画になってしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。この絵の形とかデザイン、そういったものは私のオリジナルスタイルになりますので、まあそういう方はいらっしゃらないと思いますが、そっくりそのまま真似されてしまうと困るんですけど、色の塗り方とか色の混ぜ方とか何か参考になることやお役に立てることがあったら幸いです。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録などいただけると嬉しいです。いつもご視聴ありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。